本日はいろんな海外のグミたちをゲットしました。こんにちは、ももかです。はい、ということで本日は見てください皆様、この大量のグミ。はい、私ももかね、グミ大好きなんですけども、まあ結構ね、最近なんか TikTok とかでもなんかこういう中で、ね、地球グミとかいちごグミとかをなんかこうハムっててパンって割ってなんか食べるとか、なんかすごい謎のグミが結構今流行ってるじゃないですか、海外にね。ということで今回は海外の見たことないような、まあ、珍しいグミたちをですね、ちょっとプラザであのね、ゲットしてきましたので、そちらをね、紹介したいと思います。私ね、プラザのアプリ入れてるんですけど、なんかお知らせ、まあ、新着アイテム的なので、なんかグミフェアみたいなお知らせが来て、もうグミがいろんな種類ブワーってあるみたいな感じでね、そう、急いでね行ったら、もうめっちゃいろんな種類のグミがあって超テンション上がりましたね。地球グミはなかったんですけど、このピーチグミとか、あともう一個イチゴグミとかもあって、それはね、やっぱお一人様何点までっていう決まりがあったんですけども、すごいいろいろ揃ってましたね。なので気になる方はね、まだプラザさんであるかもしれないので、ぜひチェックしてください。まあ、ちょっとね、まあ、グミ紹介するだけっていうよりかは、まあ、ちょっと雑談しつつ、まあ、グミをね、紹介していきたいと思います。それでは行ってみよう。まずね、まあ、グミあるんですけど、まずこちら。皆さん何これって思ったと思うんですけど、これはね、なんかね、SNS で見た映えるグミドリンク的なので、プラザさんのホームページでもこうやってやったら可愛いよっておすすめされてたんですけど、このね、サクランボのこのハリボーのグミ、ハリボーハッピーチェリーっていうこのグミをね、ちょっとお湯にくぐらせて、それをちょっとキッチンペーパーで拭き取ったら、ここにめっちゃくっつくので、コップにこうこびりつけてって、こう水やサイダーとか、まあ飲み物を入れると映えるよみたいな感じのがあって、ここ引っ掛けてあるんだけど。こちらやってみました。もう引きつけてあるので、あとはこれ入れるだけなので、はい、こちらを飲みながらやっていきたいと思います。なんかさ、しなこちゃんが前にさ、似たようなさ、なんか雲組みたいなの出た時にさ、同じようなのやってましたよね。これ勢いよく入れたら剥がれちゃいそう。めっちゃ可愛い、超可愛い、すごい、よく剥がれないわね。これインスタ映えですね。これちょっと写真撮りますね。これインスタ案件でしょ。めちゃめちゃ可愛い。ちょっとでもここのさくらんぼがこびりついて、ここでもストロー抜き、こうさせるようになってる。いただきます。あ、味は普通に三ツ矢サイダーですね。じゃーん、グミ釣れたみたいな。これさ、ずっと入れてたら多分さ、さくらんぼ膨張してってさ、なんかブルンブルンのゼリーみたいになるよ。まだちゃんとハリボーの硬さがね、ある。あ、美味しい。このさくらんぼのグミは結構よく見かけるやつですね。うんうん。ということで、こちらめちゃめちゃ映えですね。これ流行る予感がします。ぜひ真似してください。真似してくださいっていうか、自分のやつじゃないけど、ぜひね、やってみてください。じゃあ、どうしようかな。じゃ、そしたら最初これいこうかな。なんかね、全体的にトローリ。あの、地球グミと同じメーカーのトローリ多めですね。じゃーん。トローリミルククー。ということで、これはなんかね、牛っぽい感じ。で、パッケージはまあ牛って感じででして、なんかこう、なんかマシュマログミっぽい感じなのかな。うちなんかね、マシュマロ系のグミめっちゃ好きで、なんかあるじゃん、たまにさ、マシュマログミ。普通のグミの下にちょっと白いなんかマシュマログミがこうひっついてるみたいな。そのことひっついてる部分が大好きで、グミの中でも。これめっちゃそれじゃないかって思ってね、選んだんですけど、これめっちゃ美味しそうだよね。中の色がね、何種類かあって、あ、やっぱそうじゃない？美味しそう、めっちゃ。色が3色かな？この牛ちゃんなんだけど、え、めっちゃ可愛い、見て。普通の牛柄の子と黄色の子とピンクの子みたいな。これもね、黒かと思いきや近くで見たらブドウっぽい色してますね。え、可愛い、めっちゃ可愛い、美味しそう。この中だと私が惹かれるのはやっぱ白ですね。まあ、普通のノーマルの子。食べてみますね。最高。うん、何これ、すごい独特な味する。ヨーグルトかな、ヨーグルトっぽいけど、ちょっとなんか粉薬っぽいヨーグルトの味がすると、ヨーグルトのラムネっぽい感じ。うちあんまこれ好きじゃない味ですかね。はい、まあ多分人にもよると思うんですけど、個人的にはあんまり好きじゃない味ですね。ちょっと黄色も食べてみますね。うん、うん、パイナップルだ。うん、美味しい、甘い、ちゃんと美味しいですね。ここの、このブチのところが普通のグミっぽくって、
まあ、グミよりはまあ柔らかめなんですけど、でここがちょっとマシュマロっぽい、マシュマロっていうかすごい伸びる系のふんわりした食感、美味しい。で今思ったんですけど、そういえばさっきのこの黒のやつのブチの部分、ここの部分コーラの味かもしれない。なんとなくわかんない、本当かわかんないけど、はい、一応ピンクもかじってみます。なんかさ、これに似た感じのなんかさ、なんかキャンディアゴーゴーっていうさ、なんかさキャンディーのなんかワゴンみたいな、ちっちゃい子が必ずなんか通ったら買いたいっていうようなさやつあるじゃん。なんかいろんなところにワゴンみたいなのあって、お菓子をこうグラムでなんか買えるみたいな。そこになんかうちが大好きだったなんか豚のグミがあって、ピンクの豚の顔に鼻の部分がグミ、ちゃんとピンクっぽいグミになってるみたいな、めっちゃ好きなのがあるんだけど、それっぽいかも。それやん、もう味もそのまんまや。これ超好き、美味しい。そしたら続きましてはこちら、じゃーん、こちらトローリのミニバーガーグミでーす、はい、これは結構なんかね、この袋に入ってるのは初めて見たんですけど、なんかこういうちっちゃいこれにね包まれてるのは何回か食べたことありますね。あ、かわいい、見てトローリって書いてある、かわいい。これこうやってハムっていけんのかな、これ地球グミみたいに。いきます。あ、あれも外れるわ、これダメだ。これはできないやつですね、地球グミみたいに。皆さん やめてください、普通に開けろということです。はい、こんな感じでちょっと歯型がついてるんですけども、こんな感じ。うちこれね、何回か似たようなの食べたことあるんだけど、こうやってちゃんとハンバーガーっぽく食べる人と、これ一個ずつこうやって食べる人とって分かれる。うちはまあこう行きたいタイプなんだけど、うちのパパとかこうちょっと一個ずつ食べるタイプです。いただきます。危ない、これ歯全部取れる、危ない。歯全部取れそうだった。おいしい、もうこれ大好き、ここマジ美味しい。いろんなフレーバーが混ざってる感じなんだけど、こうバンズのオレンジっぽいよね。なんかプラザさんで別でね、なんかこれのもっと一個だけの大きいやつとかも売ってましたね。それもまたなんか夢あっていいですよね。これはマジで美味しい。これいろんな食べ方できるし楽しい。続きましては、こちら、これね、2個出しちゃうんですけど、じゃーん。種類がちょっと違う感じで、同じ感じなんですけど、まずこっちがトローリのピーチマロウと、こっちがトローリのアップルマロウ。いや、マロウってなんやねんって話なんですけども、マシュマロってことかもね。マシュマロウ。なんかな。でもなんかマシュマロっぽくない?ちょっと。で、なんかこれも何回かちょっとね、TikTok とかで見たことがあるんですよ。まだなんかすごい流行ってるって感じじゃないんですけども。私これ以前ね、バナナのバージョン食べたことがあって、なんか中にチョコが入っててチョコバナナみたいなやつ。で、まずはこっちのピーチマロンからいきます。あ、めっちゃピーチの香りする。超いい匂い。はい、なんかこんな感じ。かわいい。え、めっちゃかわいい。もちもち。こんな感じですね。ほんとマシュマロっぽい。いただきます。なにこれ、すごい不思議。なんかめっちゃマシュマロ感強いのかなと思ったら、シャウって感じ。マシュマロほど弾力強くなくて、でもシャウって入る、泡っぽい感じで、で中にねピーチのジュレみたいなの入ってる。めっちゃ甘くて美味しい。新食感で外にザラメもついてるから、なんかジャリシャウみたいな感じでめっちゃ美味しい。そしたら次、こっちのグリーンアップルの方も食べてみますね。あー、めっちゃグリーンアップル。超グリーンアップル、こんな感じ。これヘタがついてるのがまた可愛い。また同じ感じの色違い。なんかこんな感じ。あ、グリーンアップルのジュレ入ってますね。めっちゃ美味しい。美味しい。めっちゃグリーンアップルって感じなんだけど、個人的に好きなのはピーチの方が好きかもしれないですね。グリーンアップルはまた甘さがちょっと控え、どうなんだろう、わかんない。めっちゃいっぱい食べてるから甘さとかわかんなくなってきちゃう。でも個人的にはこっちのピーチの方がすごい。ピーチ感強くて美味しいですね。次。続きまして、ラストはこちら。パーン。
はい、こちら今また流行り出しているオージー、こちらオージーのピーチゼリー、まあ、ピーチグミですね。はい、こちら4個入りなんですけども、まあ、これはまた同じ地球グミとかイチゴグミとかと同じ感じでパカって食べるタイプですね。やっぱね、この口でカチッと開けるやつがすごい人気ですよね、今ね。何でもそれのケースに入れとけば売れるって感じですよね、今絶対的にね。こんな感じで可愛いよね、ピーチの形になってます。まあ最初にね、ちょっと見たことない、いや珍しいのとか言っちゃったんですけど、これはちょっと実際食べたことがあるんですけど、まあ、結構最新の海外のグミとしてはね、なんか代表的なのかなって思って選んだやつですけどね。はい、ちょっと食べてみますね。これをいきます。これやっぱね、何回やってもテンション上がる、このパチっていうのは。はい、やか、ふーん、うん、ピーチのジュレが入ってますね、たっぷり。これは結構なんか桃の果汁配中っぽい感じっていうか、結構桃感強めなので、すごいフルーティーで美味しいの。地球グミ、イチゴグミ、桃グミってあったとして、その中で個人的に好きなのはどっち？全部めっちゃ好きなんだけど、結構これもいい線いってるぐらい美味しいです。チャンネル登録してね。はい、ということで今回は海外などの気になるグミたちをですね、ちょっと今回紹介しました。いかがだったでしょうか。今回ね、プラザさんのあのグミフェア的なので今回揃えたんですけど、もうめちゃめちゃね、すごいいろんなグミあってめちゃめちゃテンション上がったし、結構品揃えもめっちゃ良かったので、ぜひ皆さんもねチェックしてみてください。ちなみにこの中で私が一番美味しかったなと思ったグミはこれですね、ピーチマロウです。これめっちゃ美味しかったですね。桃感もあって、その食感が何よりすごく美味しかったです。なのでまた何かね、面白い海外のグミやお菓子など見つけたらね、ちょっと紹介できたらなと思うので、お楽しみに。ぜひ皆さんのお買い物の参考になったら嬉しいです。それでは皆さん、バイバーイ。もう口の中がね、甘いでいっぱい。Why do I make things complicated?Why do I lose all my control? Oh, oh. I keep on letting my bad habits make us both come crashing to the floor.